バサバサ乾いていく心、人のせいにはするな。自ら水やりを怠っておいて、人のせいには。皆さんこんにちは、四谷怪談でございます。本日も、上智大学、7号館9階北条研究室からお届けしております。さあ、本日はですね、2月に、もう2月も半ばになっていますけれども、2015年の第1回目、ということになります。2014年は全10回、集まったのは15回ぐらいだったと思いますが、合宿なんかもしてですね、四谷怪談、ますます盛り上がってきておるところと言いたいところなんですが、2015年1月2月と、いろんな、事件や事故なども、あった中で、そういったことも考えながら、いろいろと、考えを深めていきたいというふうに思うんですが、まずは恒例の、近況報告ということで、今日は私を含めて、5名、います。じゃあ1人目ですけれども、堀さんお願いいたします。弁声出版の堀です。今年も1年間よろしくお願いします。近況というかですね、まさに昨日なんですけれども、シュワーというドイツの、クロード・ランズマンという監督が撮ったドキュメンタリー映画をですね、全編9時間半、朝の10時45分に映画館に上映が開始して、最後の第4部が終わったのが、9時ですねまで、ほぼほぼ1日映画館の椅子に座ってドキュメンタリー映画を見るという過酷な1日を過ごしてきました。手話自体は、いわゆるホロコーストの起こった、を描いた、ドキュメンタリー映画なんですけれども、今日はちょっとそんな話もできればいいかなというふうには思っています。ただ映画館にとにかく丸一日いるっていう経験も初めてだったので、なんかもはや映画見てるんじゃなくて、これはなんかすごい体験を俺はしてるんだなというふうに感じる一日でした。ちなみに上司と一緒に行ったんですけど、上司は第2部で帰宅いたしました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではですね、続きましてお久しぶりです、新海さんですね。はい、修士論文のために、秋口ぐらいから学業に集中していて、お久しぶりに来てくださいました。はい、どうぞお願いします。お久しぶりです。上智大学修士2年の新海咲子です。今修士論文のために集中してという話がありましたが、無事ではない気がいたしますが、一応論文が通りました。先生の横でこういう、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、論文の話は置いておきまして、近況ですよね。近況ですね、私年末からちょっと災難が多くてですね、実は顔にやけどをして大学病院に毎日通うという年末年始を送りまして、もう今年は本当ついてないんじゃないかっていう本当に思っている2015年です。皆さんもお気をつけください。はい、大丈夫ですか、お怪我の方は。なんとか、はい、はい、よかったです、はい、という、新海さんのご指導どうもお疲れ様でした。はい、北条さんです。はい、北条でございます。お久しぶりです。そうですね、新海さんの修論を読んで大変に消耗いたしました。いやでも本当に今ね話ありましたけど、去年のね秋ぐらいから毎週毎週会うたびに新海さんがどっかに怪我したり、やけど打ったりいろいろしているので、これは未来世紀ブラジルなのかと思ってしまいました。わかる人はわかるんですよね。
まあ未来世紀部ラジオという話を出して今日は、1984も出るんじゃないかと思いますから、ちょっと全体主義つながりみたいな感じの振りなんですけども、まあでもね、その新海さんはそれで、お母様がね、あの福岡の太宰府の方へ代参してくださって娘についているものを落としてくださいね、あの祈願までされたということなんで、よほど修論が大変だったんだろうとね、思いますけれども、はい、ようやくそれがなんとかなったようで、もうその過去はね一気に振り捨てて、はい、髪の毛も切って新しいスタートを取る、9というね手で新海さんが、参加してくださいましたんで、多分僕との関係も清算されてしまう。いやそんなことないですいうふうに思っている今日この頃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関係が生産されて変だよね。ちょっと誤解を招くようになってしまいましたけど、はい、はいはい、すいませんでした。いや、なんか師弟関係、そうですね、うん、はい、師弟関係いろいろ大変ですよ、山本さんね。そうですね。さあ、語らない山本です。皆さんお久しぶりです。まあ、1月2月本当に何をやったんだろうかっていうぐらい、あっという間に気づけば2月の半ばということで、まあ、一言で言えば、まあ、2015年度の、まあ、仕込みで、まあ、追われてったんです。まあ、これはまあ大学関係の人たちみんなそうかもしれません。来年度のシラバスとか、そういったことをで、まあ、すごい時間取られてしまいましたね。で、まあ、来年度は、まあ、この四谷怪談で、まあ、一番というか、自分に足らないのって、まあ、映画の知識が皆さんお持ちで、今まで映画ってあんまり、まあ、嫌いではないんですけど、そんなに詳しくもなかったんで、まあ、映画をこう、授業に取り入れるような方向でシラバスを書きました。まあ、まあ、少なくともアメリカの映画に関しては寄せ会談でも語れるような形で、まあ、どの授業にも英語関係の授業にもアメリカ文学関係の授業にも映画を使った講義をするっていうのをこうテーマに、まあ、シラバスを、まあ、散りばめたっていう形です。で、そうですね。で、まあ近況っていうか、まあ、今度来週から、アメリカネブラスカというところに、うん、行ってきます。まあ、初めての地なんですけれども、その、まあ、ネブラスカっていうのはアメリカ文学の女性作家のウィラ・キャザーという作家がまあ、そのネブラスカ大学を出て、そこの地の移民ですね、特にボヘミアンの移民と、まあ、白人との交流を描いたようなマイ・アントニーヤとかっていう小説をはじめとする、まあそのまあ、荒野で、生き抜くような女性とか男性、家族、移民家族を描いたような、作品で知られるような作家についていろいろ調べてこようかなというふうに思って、また次回はおそらく次回は私が多分アメリカに行っている時に、今日はお休みの工藤さんを含めた、まあ、収録になると思うんですけど、そのさらに次にはそのご報告なんかもできるかなというふうに思っております。2015年もよろしくお願いします。ちゃんとしてるな。はい、それではですね、本日も、まあ、皆さんおなじみの感受性ブルースお聞きいただいていると思うんですが、その作曲並びに、歌を担当してくださっているコール佐藤さんにお越しいただいてます。はどうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、いかがですか最近。今お話ありましたように1月2月あっという間ですね。ただやっぱり今年度の仕込みは次の、まあ、次年度の仕込みっていう意味では、まあ、いろんな形では充実してたかなというふうに思いまして、まあ、近況として言えるのは、まあ、つい先日ですけども2月11から15日、まあ、短かったんですけども、今動いている、まあ、辺野古の基地の問題で、新基地建設の問題で動いている沖縄に行ってきました。まあ、その話も含めて、
いろいろ今日はお話できればなというふうに思っています、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、この5名で話題提供をして、また次回の収録でそれを受けた形で、トークを続けるというちょっと変則的な形ではありますが、本日も夜座や会談どうぞよろしくお願いします。自分の感受性くらい自分で守れバカ者よ。それではですね、先ほどの近況報告で、沖縄のですね、辺野古に行ってきた、ばかりだと、帰ってきたばかりだと、知った佐藤さんの方から、はい、辺野古の現状ですね、やっぱり気になるニュースなんかではすごく取り上げられているところですが、いかがでしたか。そうですね、まあ、行っていつもそのやるのは地元の新聞を買うことなんですけども、買ってやっぱり一発目に飛び込んでくるのが今その辺野古の新基地を建設するにあたって、まあ、日本でも本土のメディアでも一応取り上げられて少しは取り上げられてますけども、その海底に設置したコンクリート製のまあブロックがまあ珊瑚礁を傷つけているということに関して、まあ、そういうふうな工法の仕方とかそういうふうなのは県はまあ認可してないっていうので、まあ、ストップかけるかかけないかのちょうど判断の時に沖縄にいたんですけども、まあ、今日は2月の16ですけども一応沖縄県知事 の, その権限発令で、まあ、その工事もう一回停止して検査見直すというところが、まあ今申し入れしたというところまで来てるんですね。で実際に12日の午前中午後含めて辺野古の浜それから、まあ、キャンプシュワブの新ゲート前で住民の皆さんが集会をしてたのでそこにも、まあ寄せていただいて行ってまいりました。で、まあ、見えてきたのはやはりその現場でひっきりなしにゲートを行き来する、まあ、軍用の自動車といいますか、うん、自動車といえば、まあ、戦車ですよね、装甲車戦車がバンバン目の前で行き来している。その前で住民反対運動の人たちが集まって、メッセージを発信して、まあ、辺野古の、基地新基地の建設に反対しているというのが、うん、直に声を聞けた。それからまあそこに入れたっていうのは自分の中での一つのやっぱりこの時期のやっぱりアクションとして良かったなと思っているところなんですね、うん、はい、そうですね。まず新聞を買われるということで今佐藤さんのお手元には琉球新報をはじめとする切り抜きの新聞がもう束のように今10センチぐらいこう積み重なっているような状態で、はい、これはその沖縄での新聞の報道のされ方と、まあ、東京、まあ、全国紙の新聞の報道のされ方っていうのは、はい、なんかこう、はい、違いのようなものってお気づきになる、まあ、そうですね、やっぱりその報道の面積自体は、うん、実は沖縄の報道に限っては明らかに減ってきているという特徴があるんですよね。それはその沖縄の人から話を聞いて、まあ、東京出張に時にあまりにも自分たちの現場ので起きていることと日本本土のまあ東京発信の新聞だりとか東京でのキー局の報道の中でも沖縄のことがまあ少ないっていう声も聞いたし、実際に新聞など見ていてもこの日米の関係は大事で、まあその中でまあ安倍首相なんかグローバル化の中でまあ日米関係大事にしながらまあ国際舞台で日本もプレゼンス発揮していくんだってことを言ってる割にはそのプレゼンスを強めるための一番の肝になる基地のことに関しては、まあ、一切触れないと言いますか報道の方でも目にしない形で粛々と言いますか、うん、隠されながら進んでると言った方がいいですかね。そういうのがやっぱり以前 の, その普天間基地が問題になった時、まあ、
返還が決まってその後どうするかと跡地問題として、話題に上った時以上に、取り上げられるこの割合が少なくなってきていると感を持ちますね、はい。まあ、国の、ね、論理と県 の, あ の,、まあ、あの論理の、まあ、ねじれ構造みたいなものが、はい、まあ、一つ問題にはなっているけれども、まあ、粛々とみたいな、はい、進めるしかないみたいな、はい、あのそんなあの、まあ、政府側の発言なんかもあったのは気になりますね、はい、そうですね、まあ、あとその今の戦い方、まあ、相手は戦い方っていうふうな、ね、運動の人たち現場での声をそのまま使わせていただくと新聞報道もそうですけど珊瑚を守るとかジュゴンが来るし、あの綺麗な海を守るとかそういう論理で戦ってきたこれまで の, その市民運動あるいは反基地運動がその論理だけではもう済まなくなってきている、はあはあ、いきなりダイレクトに基地はやっぱり今回のテロの問題にも関係してくるし、うん、日本がどういうふうな形でその国際舞台で、まあ平和活動という名の軍事活動できる国になるのかっていうのは瀬戸際、まあ、世界が見つめている部分はあるわけですけどもそういう中で、きれいな海を守るっていう形の反、まあ、基地建設反対というロジックは、うん、ひょっとしたらもう弱いのかなっていうような感じも、ね、実はしていまして、うん、でまあ、そういう観点で実は、まあ、その辺野古を抱えている名護市の博物館にちょっと、まあ、寄ってきて、まあ、久しぶりに寄って学芸員の方ともお話ししてきたんですけども改めてあそこの名護の博物館の展示を見て気づいたのが1点ありましてそれはそのジュゴンの話もそうですしあそこホエールウォッチングなども沖縄県の北部などではですけどもその博物館の展示で非常に興味深かったのは、まあ、日本に4つぐらいしかないクジラのその骨ですね。それはまあ捕鯨協会の方からあの下ろしてもらってそれを展示してるってことらしいんですけどもそれをまあ売りにと言ったら変ですけどもこんなその海の生物がいてこういう海を抱えてるっていうようなことを、まあ、博物館なので反基地とかあの辺野古新基地建設反対というのはあの赤に白地の旗はかかっていませんけれども展示を通して人間だけではなくて、まあ、こんな生物が住んでいる自然あるいはもっと極端に言うとそういう世界がここにあるんだということをあの展示を通してプレゼンスしているというようなことも少し今回ははっきり見えたかなというふうに思っています。そういった意味では、まあ、人間のロジックの中にその海の生物ですね、人間以外の動植物生物をどう含んでいくのかっていうののまあ語られてきてはいるんだけどもそれを解釈する時の新たな局面っていうのがますます実はこう名護市 の, その市の行政もそうだし文化行政の中でもあの危機感とともに一つの戦術戦略がそこに現れてきてるんじゃないかというふうに思った次第ですね、はい。なるほど。サンゴの問題に関しては北条さんもすごく心配されていましたけれども、はい、あの語られ方としてはいわゆるその反対派の保護の語られ方っていうのもその民主主義対、全体主義というか、はい、その民主主義っていうもののそもそも手続きっていうものがあの国家主義全体主義国権というものによってもう踏みにじられていくことに対するアンチっていう語り方にね今はもうなってしまって、まあ、そのことは当然大事なんですけれども、はい、そこでやっぱり環境の問題っていうのはもうどこかへ行ってしまって表面的にはどこかへ行ってしまっているように見えでもうそのそういった対立の中では自然環境がどうなろうかっていうのはもう蚊帳の外なんだっていうようなね表彰になっている、うん。でそういうところであの佐藤さんがね今おっしゃったように、うん、あの博物館展示のあり方とかっていうのがきちんとそのくさびをね打ち込んでるっていうことは非常に大事だろうなと思いますね。でやっぱり、まあ、これもあの我々自体のその想像力があのどこまで、そこに迫れるのかっていうこととも関係するのだろうと思うんですけれどもまあいわゆるそのいわゆる本州の人たちの中からではもう沖縄に対する想像力っていうものがかなり希薄な状態になってきていて当然自然環境の問題っていうのもどこかに抜けをしてしまって、はい要するにアメリカと仲良くやっていくためにはどこかが犠牲にならない沖縄の人たちには申し訳ないけれどもまあ口では言わないけれども
申し訳ないけれども、沖縄に犠牲になってもらいましょうっていうことをみんな承認しているっていう状況ですよね。でしかもその議論の中には自然環境は念頭にも入ってこないっていう状態になっているので、うん、そういうところで佐藤さんが今おっしゃったようなことをしっかり語っていこうということは大事だと思いますし、海上保安庁のね問題っていうのも今沖縄ですごく大きなね問題になっていて、いわゆる過剰警備っていう言い方をされてますけど、過剰警備っていうのも非常にオブラートに包んだ言い方で、まあつまり暴力がね振るわれているっていうことなわけですけれども、それもいわゆる現地で実際にそれを目撃している、実際に接している人たちが見たリアリティっていうものと、まあそういう報道自体があまりされない、しかしネットでは多少は出回ってきている、でそういう情報に接した、まあ、いわゆる本州や何かの人たちの感覚ってはまるで違うんですね。でネットでしかそういう情報に接していない人たちの多分大部分っていうのはこれは言い方が非常に過剰なんだっていうことでしょうね、はいはい、要するに海上保安庁の側に立って見てしまう、うん、でまあ反対運動っていうのも激化していて、海上保安庁の側でも暴力を振るわざるを得ない状況になっているんだろうっていうのは理解になってしまっているので、うん、そのことはやっぱり非常に恐ろしいですよね。そうですね。で、まあ、今日2月16日時点での、まあ、名護の動きですけども、その名護市議会の、まあ、議員団が基地を建設予定の辺野古の海に、まあ、視察に行った時に、その視察も警備の人たちに制限されてうまく入れなかったけど、一般の反対する人たち、市民だけではなくて議員団の人たちさえもシャットアウトされたり、ある部分その、ボディでがっつりとこう制限されるというようなことが起こってきているので、まあ、当然民主主義という観点からも、まあ、怒りがそこで出てくるというのはあるわけですよね。あと、まあ、その今北条さんが言ったように、その環境保護とか自然環境ということで、まあ、地元ではすごく熱く、そこも論理に組み込みながら反対運動をしようとしてるんですけども、実はそういう環境が大切とか、自然環境保護とか自然環境を守るという観点での沖縄評価というのもメディアの中からどんどん抜け落ちてきているというのが正直なところで、で面白いちょっとデータがあるので1個だけちょっと紹介して、お話また続けたいと思うんですけども、2月の12日の琉球新報の経済面ですね、経済面の5ページに、沖縄のその地域幸せラボ潜在能力ランキングというランキングが発表されてまして、これ何かと言いますと、地域がどれだけ幸せなのかっていうようなことを、まあ、調査したシンクタンクがあって、東京のイシュープラスデザインという団体ですね、地域幸せラボという名前で、人は幸せを求めて移り住むのかということで、全国都道府県のランキングをまとめたっていうのが紹介されているんですけども、沖縄県は移住先のポテンシャルとして、沖縄県は東京都に次いで全国第2位になってますね、移住したい場所として、はい、でその次なんですけども、一方地域評価ではということなんですね、沖縄は評価される点ポイントとしては、お祭り、それから国際色豊かなっていう点では評価されている、充実度ナンバーワン全国1位だったんですけども、その次なんですよ、環境保護、自然環境、食の質、食文化という3項目に関しては、全国のランキングでは43位、41位、37位と評価が低かったという結果が今の北条さんの話の通りで出てきてるんですよ。本当に本当はここの環境保護とか自然環境、食っていうのは売りにしている環境政策、環境文化の売りが沖縄の観光ビューローが含めて行われてるんですけど、その賞味期限といいますか、その効力さえも実は切れつつあるっていうのが、このアンケート調査で明らかになっているというのが出てますね、はい、やはり県内の方は基地の問題を念頭に置いた評価をしてるっていう解釈で、まあそうですね、環境保護も一生懸命やってるんですけども、そこを売りに、そこをテコにした、だから沖縄の基地反対とか自然大事にするってことは平和な島を作るんだっていうようなロジックがもう
聞かなくなってきている、うん、まあ出してるんだけどもそれを聞く耳を、うん、まあ本土の人間がまあスルーし始めてるっていうようなことがアンケート調査にも出てきてしまってるってことだと思うんですね、はい、なんか沖縄感みたいなもの、沖縄に対する位置づけみたいなものが、うん、あの本州の中で大きく変わってきてるっていう、ね、そうですね、はい、そのようにも、うん、気持ち悪いですね、本当に気持ち悪い、うんうん、はい、なんか今うーん沖縄博のね、あの金城哲夫がそのプロデュースをした沖縄博のその会場の跡地がね頭の中に思い浮かんできて、海洋博ですね、海洋博のね非常に廃墟のイメージがね、うん、だからそういうものとしてあの本州の人たちが沖縄を位置づけようとしているっていうか、そうですね、お祭りとか国際性っていう観点からは全国ナンバーワン人気なんですけども、今一番沖縄がこうメッセージ発信している環境保護とか自然環境っていう観点で沖縄を評価する眼差しが逆に全国43、41位という低い見積もりになってしまっているっていうのが、うんうん、非常に表層的なところだけで捉えようとしていて、はい、まあ、いわゆる反戦の問題とかそういうものもないわけですよね、はい、そうですね、うん、だからそれはまあまさにその離れた地域の生身の人たちをどう認識してどう関わるのかっていう話にもなっていくと思うんですね、うん、そうですね、それはもう対人間の話でもあるし、うん、そこにその、まあ、海洋生物とか呪文の話になってくると、うん、その人間以外の人たちを、まあ、人間以外の存在をどう守っていくのかっていう、うん、まあ、自然を保護するってことの中で人間がどう生きるのかっていうその知恵の働かせどころもやっぱ弱くなってきてるっていう、そうですね、はい、まあ、なんか後のデータの話にも通じてくるかもしれないんですけど、まあその本州のことをね、本州っていうこと自体でちょっといろいろ構造が作られてしまうので、まあうでね、他に呼び方ないのかとかね、まあ、話しながら思ってしまいますけど、ね、まあ他都道府県って言い方しますもんね他自治体とかね、うん、私もまさに同じ感覚で思っても、本州とか本土っていうのも正しいんだろうかという、まあ、疑念を持ちつつですけれども、まあ、まあ仮に本州とまあ沖縄の問題とか、まあ、あるいは人間、うん、あの人間中心的なものと、まあ、サンゴや呪言の問題というのはですね、あの、まあ、我々四谷怪談、あの昨年暮れには話題にしましたノンヒューマンというようなキーワードともあのゆっくりなくあの関連してくるかなというふうに思います。まあ、昨年暮れはですね、まあ、ノンヒューマンというような括りでですね、あのフランケンシュタインであるとかアバターというような、作品、まあ、つまりは、まあ、マージナルにあの追いやられている、ものを、まあ、ノンヒューマンというような形で、まあ、あのくくってですね、それに対するそのノンヒューマンなる存在に対する想像力は可能かというようなことをあのキーワードにしました。でそこはですね、今あの少し触れていただいたあの北条さん の, あのデリダもですね、あの補助線にすれば、あの一つ例えばですね、あの、まあ、ローカルなものと、まあ、全体主義的なあの、まあ、対立とかっていうような問題系も出てくるということですね。でということで、まあ、ノンヒューマンからあのいかに、まあまあ、辺野古の問題もそうですし、でその辺野古の問題は、まあ、今その政府では、まあ、例えば、中東の問題にすり替わってですね、あのその、まあ、国防の問題にすり替わられようとしている部分も、まあ、あるわけですけれども、まあ、全体主義的な問題っていうことに、まあ、接続していけるのかなというふうに思います。まあ、沖縄の基地の問題っていうのは自然環境との関係で考えていくと、日本列島の中で、里山が分布しているところに原発があるっていう問題とね、あの構造としては総地形ですよね、うん、だそのあたりは日本列島全体のあの政治と社会と自然環境が関わるものとして極めて根深いものですよね、うん、
そこにちょっと目を凝らしておかないといけないのかなと思いますね、うんうん、すごく矛盾を抱えてるっていうのに目をつぶってしまってはいけないんだとは思うんですよね、うん、でなんか先ほどすごく面白いキーワードもう一つ北条さんの方から出してくださったチョムスキーの、はい、キーワードをこの辺りで一つ出していただけると、はい、その前回の四ツ谷怪談の時に、まあ、ノーヒューマンというのは、まあ、最近の人類学等の中で人間以外の動物や植物っていうものをどう捉えていくかっていう議論の中から出てきた概念なんですけれども、まあ、それをもう少し意味を調達していく拡大していくでそのことによって、世界をもう少し捉え直していく言葉として考えていこうっていう中で、まあ歴史上、まあ、何らかの、その中心的な部分、秩序の核になるようなところから人間として扱われなかったような人たち、まあ、いわゆる少数民族とかまあ、いわゆる文化的なところから見たいわゆる蛮族として位置づけられるような人たちとか、まあ、そういう人たちを照射していく概念としてもノヒューマンというものを考えていけるんじゃないかって話になってたと思うんですけども、それとの関連で、アンピープルっていう言葉がね、最近ちょっとフェイスブック上でシェアしたそのノーム・チョムスキーが、まあ安倍晋三政権を批判するという短い動画がねありまして、でその中で、ジョージ・オーウェルの1984年の中で使われている言葉を引用してアンピープルとかアンパーソンっていう言葉をチョムスキーが使ってるんですね。で検索してみると割合とチョムスキーは最近その言葉をいろんな局面で使っているようなんですが、まあ、そもそもオーウェルの中でどういうふうに出てくるかというと、まあ1984年については、まあ、東日本大震災以降のまあ、ショックドクトリンなこの世の中の中で、まあ、いろいろ読まれてきている本になっていると思うんですが、まあ端的に言ってしまうとその全体主義のディストピアいうものを警告的に描いた小説になってるわけですけれども、その中で言葉自体が非常に何でしょうね、合理的効率的になっていくんだけれども、その反面で、語彙とか文法とかっていうものが非常に貧しく狭小なものになっていく、でそういう世界で使われている言葉として、ニュースピーキングでしたかね、という言葉があるわけです。ニュースピークですね。ニュースピークという言葉があって、でそのニュースピークで使われる言葉としてアンヒューマン、あ失礼、アンピープルとかアンパーソンっていう言葉が出てくるんですね。でどういう意味なのかというと、まあ思想自体も非常に監視されている世界であるわけですが、まあ、思想犯罪みたいなものの対象になって抹殺されていて、政治的社会的にまあ何でしょうね、この全体的な秩序と相反するということで抹殺されていってしまう人たちがいるんですが、まあ、その人たちっていうのがもう、これまで生きてきた痕跡も含めて全て抹消されてしまう、でそういう存在を、あたかも人間として存在しなかったかのように扱われるということで、アンピーポーとかアンパーソンとかっていう言葉で表してるんですね。でチョムスキーは、このオーウェルの言葉を使って、例えばガザをはじめとしてその中東の地域とかっていうのが世界からアンピープアンパーソンとして扱われていくんじゃないかっていうことを警告しているんですよね。でこれはまさに我々の、他者に対する想像力の貧困っていうようなものを警告する、あるいは打つ、そういう言葉になっていると思うんですね。でまさに佐藤さんがさっき伝えてくださった沖縄っていうのはこの他都道府県の中では、アンピープルアンパーソンっていう位置づけになっているだろうし、福島もそうなっているだろう。でもっと考えるともう本当にいろんな地域がそれに扱われてるんじゃないか、
で日本列島の中ではアンピープルアンパーソンの認識枠が今ものすごく強く作用してるんじゃないかなと思うんですよね、うん、ですからこのアンピープルアンパーソンは非人間とか非在人間とかっていうふうに翻訳されますけれども、その翻訳された言葉で言うとまさにノヒューマンと重なり合う部分があって、で、まあ合わせてね、アンピープルが、示そうという視野可能性っていうものと、ノンヒューマンが見ていこうとする展望可能性っていうものといろいろ重ね合わせながら考えていくと、もっとね我々にとって豊かな世界が開けていくかもしれない、でこの世界を批判的に見る視座がもっと明確にね浮かび上がってくるのかもしれないなと思って、ここ年が明けてからね少し注目しているものなんですが、はい、非常に面白いキーワード、アンパーソン、アンピープルっていうキーワードですけれども、ちょっと一つ確認させていただきたいんですけれども、アンパーソンというのはその、例えば全体主義、全体主義的な思想で不都合なことを言う人、うん、あるいは不都合な、言説、うん、ということでいいですか。もうその考えるっていうものも規制されてしまっているんですよね。なるほど、うん、だそういう発想みたいなものを、してしまう時点で思考犯罪とか思想犯罪とかってまで問われて抹消されていってしまう。抹消、もうそもそもそれを弾圧するとかいうことさえも、うん、なきものにそうです、ね、なってしまっている、うん、だから例えば自分の友達で A という人がいて、その人の存在っていうものをずっとこれまでの日常生活の中で当たり前だったんだけれども、ある日を境にその人が消えてしまう。で、端的に言うと、もうその人がいたっていうこと自体が周りに認識されて、うん、いかなくなってしまうような状況が、その人はアンピープルにしている、あるいはアンパーソンにしているっていうことになると思うんですよね。はい、もっともっとすごく広がると思うんですが、うん、さらにもう一つだけ確認というか、私の考えと北条さんの考えちょっと比べたいなと思うんですけど、もしかしたら人は、あるいはジョージ・オーウェルはそう思ってたんじゃないかってことなんですけど、人はアンパース、例えば気に入らない人とか、不都合な人とか不都合なことってやはり不愉快なわけで、なんか生々しいですねそういうことがあったんですか、それ。いや、 やっぱり生きていると誰もがあると思うんですが、そうですね、そういうのをこう例えば駆逐したいとか、そういうものと無関係でいたいっていう欲望が人間にはあると。そうですね。で、そう、だけれども、なんていうでしょう、いきなりアクチュアルな問いに飛びつきすぎだったらちょっとたしなめていただければと思うんですけど、そういうこのアンパーソンにな思考に陥ってしまうって自覚して、さらにそれを乗り越えていくっていうことってなかなか難しいこと、そうですね、どういった、なんていうのね、どうしたらいいですかねこれ人生相談私のケースで考えるのはすごくこの問題、せっかく、アンパーソンっていうすごく有意義なキーワード出してもらって、いきなりこうなんかプライベートの問題っていうのにこう矮小化しすぎかもしれませんけど、でもやっぱりすごくアンパーソンに自分の中で解決してしまうって方法が個人の中、個人レベルでもあって、それもまずいっていう意識もあるんです。ただそんなに一人一人って人は強くないから、とりあえずアンパーソンにして物事をやり過ごすっていうことを、その政治のレベルでもやっちゃってる。いや、まさにそうだと思いますよ。そのアンパーソンっていうものが、あることによって自分というものが成り立つっていう世界がね、自分を維持できるっていう世界がねあると思うんですよね。で、今
日本の社会なんては非常に余裕がなくなっているので、みんながみんなそうしないと自分を維持できないっていうような、あの緊張状態にあって、だからあのアンパーソンアピープルのね認識枠組みがはびこるんだっていうふうに言えなくもないだろうっていう気はしますね。あのこれも非常に卑近な例っちゃ卑近な例なんですけども、あの鈴木先生っていう映画がねありまして、でこれはあの漫画が原作で、あのこれは漫画賞を取ったんですよね。手塚治虫文化賞かなんかの漫画賞か取って、非常に話題になった、あのある中学の鈴木先生っていう教員が非常に独特な教育方法を持っていて、鈴木式教育メソッドっていうんですけど、でそれでもって自分のそのクラスを運営していくっていう中で起きてくるいろんなね出来事を描いている漫画、ドラマにもなって映画にもなったんですが、でその中で鈴木先生と対立している女性教師がいまして、でその人の、 あの意識っていうのは非常に全体主義的な管理教育的なねもの見方なんですけど、それと鈴木先生が対立してきて、で結局あのその女性教師は鈴木先生との対立の中で精神を病んでしまって、一度あのリタイアするんですね。で、そのリタイアして復帰してきた時に、鈴木先生っていう存在をもう頭の中から消し去っちゃう。であたかもその人がいないかのように振る舞うっていうことで自分を維持できているっていう状態があるんですね。だからこれは非常にあの擬雅化された世界ですけども、そういうことっていうのがね、やっぱり社会の中で日常茶飯事で起こっているということでしょうね。そうですね。で、まあ、あのそれが我々の人間同士の中だけではなくって国家間でも起きてるし、あの民族間さまざまな対立の中でね、そういう問題が起きてきているということでしょうね。それがやっぱり他者の想像、他者に対する想像力っていうものを大きく阻害しているというか、あの想像しようっていう考え方自体を起こさせないっていうことなんでしょうかね。あの他者に対して想像するっていうことは究極的には多分あの今ある自分のスタンスを変えていく、あるいは解体していくっていうことにつながってくる。でそのことがやはり怖いし不快だし、そういう局面にはあの自分を置きたくないので、なるべく他者が自分の領域、ちょっとエヴァンゲリオン的な話になりますけどね、あの自分のフィールドに入ってくるっていうことをあの抑えようとする、絶対領域をね作って、抑えようとするって、そのことがあのアンピープル化する、アンパーソン化するっていうことなのかもしれないとは思いますよね。1984の話につなげれば、やっぱり一番怖いのはアンパーソンって認識しているものが、認識していることすら認識できなくなる。多分人間は基本的に人をアンパーソンとして見れてしまうっていう自覚をまず持たないと、まず自覚持つことが一番大事なんじゃないかなっていうのはすごい感じました。でその昨日の手話見て感じたのが、手話は基本的にホロコーストなので、その虐殺がされなされる場所にアウシュビッツだとかに連れて行かれて殺されていった人たちのドキュメンタリーがあると同時に、ワルシャワの中にあるゲット、そのユダヤ人を隔離する施設、隔離する地域の中に入り込んだ、人の証言が出てきていて、すごい、それでアンパーソンっていう言葉が頭にあったので引っかかったのは、そのディファレントヒューマンっていう表現をしてたんですけど、ね、そのユダヤ人じゃない、語り手がその地域に足を踏み入れた時に、もう普通にワルシャワの都市の中の一部分なので、こううろうろ歩いて自分の日常があるはずの場所に一歩ゲットに踏み込んだ瞬間、そこにもう自分が知ってる社会じゃないものが広がってる、もうとにかく当たり前のように人が裸で死んでいたり、なんか何をやってるかわからない女の人がいるから、あの人は何やってるんだって、あもうほっといてやってると、あれはあとは死ぬだけだっていうようなことを言われたり、もうとにかく都市の一部分なのに、そこだけはもうヒューマンじゃないし社会じゃないっていうような証言がすごい印象に残っていて、でそれって多分少なくともここはゲットですっていうのは分かってるはずなので、多少想像すれば何が起こってるか分からなくても、そこで何かが起こってるっていうことは分かるはず、だけどその地に住んでる人はもうあそこはユダヤ人が隔離されている場所で、下手に立ち入ったら自分がどうなるか分からないっていう恐怖もありますし、その場所のことをもう思考しなくなってる。
だからそこに住んでた一人の役人が中に入ってあまりにその状況にびっくりするっていう場面があって、やっぱりそのアウシュビッツ、ホロコースト、ショーはこういう虐殺のものを考えるときに一番あの根底に思わなきゃいけないのは、やっぱり人間って結局、例えばですけど動物なり家畜なりっていうのをあの、まあ、食用として食べるわけですし、こう日常的に日々殺してるっていうのと同じ理屈で、あ、この人は人間じゃないって思ったら同じことができうる存在なんだっていうことをまず自覚しないといけないのかなって思ったのが一つと、じゃあ逆に今度翻ってノンヒューマンとしてそういう動物たちに対して人間だったらおぞましいと思うような行動をやってるんだっていうところまで、あの両方揺れ動くとは思うんですけれども、少なくともそういうことができるっていうことだけは、うん、あの自覚しないと怖いなっていうのはすごい感じましたね。そうですね。いや、今のまさに堀さんが言ってくださったようなことを1984の中に、原文で確認してないんですけど、あのこういう下りがあって、早川書房のですね、新訳の179ページに出てくるんですけども、まあこの1984年の物語の舞台っていうのはオーストラリアを中心とするオセアニアと、それからヨーロッパを中心とするユーラシアと東アジアを中心とするイースタシアの3つの国っていうものがあの対立しているっていう、常時戦争状態にあるっていう、舞台なんですけど、その中で、この捕虜がですね、そのトラックに乗って運ばれてくるっていうシーンなんですが、言うまでもないことだった。しかし今は二人とも人混みから抜け出すことができなかった。トラックは相変わらず列をなして通り過ぎていて、人々も相変わらず飽きもせず見とれている。最初の頃こそ非難と嫌悪のヤジが飛んでいたが、群衆の中の党員から発せられたものに過ぎず、ほどなくしてそれも止んでしまっていた。その場を支配する感情はひたすら好奇心だった。外国人はユーラシア人であれイースタシア人であれ一種の珍しい動物なのだと書いてありますね、うん、外国人は捕虜という形でしか文字通り目にしないのであり、捕虜としてもほんの一瞬垣間見るだけだった。また戦争犯罪人として公主刑に処せられる少数は別として、捕虜たちがどうなるのか誰も知らないのだ。大多数はただ姿を消すだけ、おそらく強制労働収容所に入れられるのだろう、うんぬんかんだ話になっていて、まあ、まさにこのホロコーストをね、一つ前提としながらあの出てきているというかね、まあ、つながりのあるものとして書かれているんだろうと思いますけどね、うん、ですからアンヒューマン、あ、失礼、アンピープルアンパーソンっていうのは人間ではないっていう言葉なんですけど、あの、まあ、それはヒューマニズムから言うとその人間性を奪われている、あるいは人間存在実存否定されているっていうことになるんでしょうけれども、まあ、それとそもそもそういうものを解体する言葉として出てくるノヒューマンっていうのはね、あの動物っていうものを一体いかに見るのか、植物っていうものをいかに見るのか、うん、で要するに動物植物っていうものを何でしょうね、まさに動物化する植物化することによって成り立っている人間っていうものをいかに見るのかっていう問題と非常に大きくつながってくるので、まあ、まさにあのデイダの動物論のね、あの本質とつながってくるキーワードなのかなというふうには思いますよね。だから動物ってさっきの本州じゃないですけど、動物を動物っていう言葉以外でどう呼ぶのかっていうことを本当は考えなきゃいけないっていうことになるわけですよね。動物を動物と呼ぶ言語世界を構築してしまっていることによって人間は人間となっている。でそれが、まあ、デギダが立ち向かおうとしてきた、まあ、西欧の哲学の秩序っていうことになると思うんですけれども、あのそれを解体し構築し直していくっていうためには、あの動物を動物と呼ばない、人間を人間と呼ばない世界っていうものを考えていかなきゃいけない、まあ、そのためにデギダは、まあ、当然デイダの話に入っているわけですけど、まあ、アニマルっていう言葉を使わないわけですよね。アニモっていうメタ言語を使用してあの話をしていく、まあ、そのことによって読む人に、動物っていうアニマルっていうですね、普通に使っている言葉に対する違和感を覚えさせていくっていうことですよね。本州に対する違和感
と同じものだと思うんですけども、うん、そのことを考えていかなければいけないのだろうということですよね。このアニモっていう言葉、まあ、デリタの言葉で言うと、まあ、いろんな言い換えはしてるんですけど、最終的に何があろうとも均質化されない他の生ける者たちの多様性っていうのが一応の定義というか、うん、デリタが示している言葉ではあります、ね、それはごめんなさい、いいですか、その辺のその普遍、まあ、その動植物人間をまあいい意味で、うん、あのフラットに見ていく、つながりのあるものとして見ていく発想の中で、まあ、コミュニケーションを取りながら関係を築くという仕方と、ちょっと一昔前だと命の教育と称して、うん、動物を大事にする一つの初発の作業として名付けるというあのことが教育現場で流行ったりしてましたけど、うん、それに関しては北条さんどういうふうに思いますか？ちょっと伺いたいんです。つまりそのどう乗り越えるかって時の教育現場における、例えばその金魚鉢用意して、その金魚に名前をつけて、最後にじゃあそれトイレに流して処理するって言った時に、まあ小学生たちは涙流すんだけども、それはまあ名付けることによってそこに関係性が生じて、それが実はその命の大切さを築く一つのきっかけになるんだという仕方での命の教育の実践例として紹介されてた。でもそれはまあ大事であるというふうに思う一方で、名付けるっていうことだけではもう済まない状況が、実はそのノンピーポーアンヒパーソンのそのことをこうなんとか取り込んでいくときに、まあ、可能性と限界の両方だと思うんですけど、そうですね、どういうふうに思いますかね。そうですね、名前とか言葉とかっていうのはやっぱり非常にね難しい問題だなというふうに思いますよね、はい、だから名前っていうものが尊厳を表すのだっていう、意味合いでもって、はい、我々人間の文脈の中では語れますしね、だから、はい、いわゆる創始解明の問題っていうのは名前を奪う、それは尊厳の否定であるっていうことになるわけですし、はい、で名前っていうものが尊厳とイコールだっていう形で語られる、で動物や植物に対して名前をつけるっていうのもまさにそういうものの延長だっていうことなんでしょうけれども、デイダ的な見方をするとまさにそういう名前を与えるっていうのが西洋的なロゴスの世界の根幹にある問題であって、動物や植物に名前をつける、つまり支配をするっていうことでもって人間が人間になるっていうのがまさにデイダの動物ので、動物が釘されたことによって人間が人間になるっていう話だと思うんですよね、うん、ですから名前をつけるっていうことによって確かに発生するコミュニケーション、その中に重要な問題、大切な問題がたくさんはらまれてくるっていうのはもちろんあるんでしょうけれども、やっぱりそれは人間的な人間至上主義、人間中心主義のロゴスの世界の中で許容されていく、はい、コミュニケーションなんだろうと思うんですよね。そうですね、そういった意味でやっぱり名付けることによって担保される個別性とかね、子と子の関わりっていうふうな言い方でまとめられてしまってきたことに対してもやっぱり問いをかけなければいけない、うん、ですよね、ってことになりますよね。まさにおっしゃる通りですよね。でその地平って一体何なんだって、はい、なかなかね、はい、想像するのが難しいですけどもね、はいはい、でもやっぱり我々がそういう意味では我々が当たり前になしてしまっていることっていうのがいかに問題なのかっていうことが提示されているっていうことでもあるので、はい、ではその当たり前の世界っていうものをどう崩していくのか、まあ、それが問われている世界になっているっていうことなんでしょうね、はい、難しいところに入ってきましてなかなか話がつきませんけどね。まあ、その固有名詞、その特定の一対一で名前と対象が結びつくものとはちょっとずれちゃうんですけど、こう博物学みたいな流れでその種類だとかっていうふうにこう分割するってことはある意味その境界を作っていくことになりますよね。だそれで区切ることで生まれてしまう、まあ種類間のが分かれてしまうことだったり、これ突き詰めていけば結局国と国が分かれること、人と人が分かれることって、そういう境界を結ぶ作ってしまうことにもなるっていうのをなんか今話を聞いてて感じましたね。そうですね、だ分節っていうものが持ってる問題性というか、うん、まあ、本来子と子が顔と顔を付き合わせて向き合うっていうコミュニケーションがまず第一義的に重要なんだろうと思うんですよね。
でそこで名前をつけてしまうっていうのはアイデンティファイするっていうことになるわけで、例えばあの山本さんと僕が話をしていて、山本さんはこういう人だなっていうのが名前によって作り上げられてくるわけですよね。そうするとあの山本さんっていう人間自身はあの連続性のあるものなのに、ふと自分が考えている言葉で定義される山本さんとは違うイメージが出てきた時に山本さんらしくないっていう問題になってくるわけですよね。まあ本当にその言葉の問題としては成り立つけど非常におかしな話で、山本さんは山本さんなのに何が山本さんらしくないのかっていう問題ですね。そういう言葉あの名前によってその、ね、名前の縛りっていうものによって発生してきてしまう問題だと思うんです。だから本当にあの顔と顔を付き合わせて深いコミュニケーションがね成り立っているのであれば名前はいらないと思うんですよ。だからそのコミュニケーションの中だけでできてくるものってのは様々にあって、で要するに先入観とか前提とかを挟まないで成立しうるコミュニケーションというのはあり得るんじゃないかなと思うんですよね、うん、でもそれっていうのは非常に実は大変なものなので、とりあえずは名前っていうものでもって前提を作っておいて、認識主体の負荷を軽くするっていうことがね、多分言葉によってね行われてきているんだろうと思うんですけど、でもその軽くするっていうことは多分そこから抜け落ちてしまうものっていうものを隠蔽されてしまうものがたくさんあるわけ でそこにいろんな問題がね発生してくるんだろうと思うんですよね。なんかさっき堀さんがアニメの定義をですね、はい、均質化されない多様性、もう一度ちょっと言う、何があろうとも均質化されない他の、また他の生けるものたちの多様性、はあはあ、このまだ名前っていう個別の名前ならまだいいんですけど、さっきのアンパーソン化する時の瞬間ですね、あるいはまあこうノンヒューマンに対する想像力を遮断することっていうのが残念ながら人間の本性に何か組み込まれてしまっていて、それをなんとか何て言うんでしょうね、その我々が意識化していこうっていう風なことを考えるとすると、その何て言うんですかね、不都合なものをアンパーソン化する瞬間ってやはり、その個の背後にある人種であるとか、性別であるとかナショナリティであるとか、なんかその憎悪みたいなものとか不都合な ものが、深ければ深いほどどん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 そちらの、その個が代表しているものに行くですよ ね、 そうですね、きっとそれは差別の構造になっているんですけど、これが怖いですね、その均質化されてしまう、だから均質化されないっていうのは一つキーワードになるのかなっていうふうに思ったんですけど、それこそさっきのジョージ・オーウェルの一場面紹介してくださった一場面で3つの、人類を3分割した その人とも思ってないかもしれませんけど、が好奇心を持って見ているっていう風な、でそれすごく一方向性ですよね。でも好奇心を持って見てるのはおそらく向こうも同じだとは思うんですけど、こちらが一方的に見ているだけっていう、あの人たち、あの集団たちっていう形で均質化して見てしまうっていうことですね。だからそれはでもやはり、その今2015年の2月っていうその背後に起きている、全世界的に起きているような問題が抱えている問題にもつながっていくのかなというにはちょっと思いました、そうですね、全て対岸の火事として、例えば中東の問題や辺野古の問題っていうのをこう自分とは無関係なものとして扱ってしまうっていう想像力の貧困さっていうのもそこに基づいているような感じがします。まさにそうですね、なんかそのあたりの問題っていうのは倫理学や何かでずっとやっぱりね、ここ
2,30 年の間言われ続けてきたことだろうと思うんですよ。特に文化人類学や何かでは、あの顔と顔を現場でいかに付き合わせるかって、そのコミュニケーションをいかにあの大切にするかっていうことが、あのポストモダン その民族史や何かの中ではずっと言われてきたことだと思うんですけども、あのやっぱりそれが果たせないんですよね、うん、なかなかね、人間っていうのは。だからそういうふうに、これが人間の業なんだなっていうふうに、落ち着けてしまってはいけないと思うんですけど、だからそれを理想として語っているのならば、どのようにね現実化していくかっていうことを常に模索していかなければいけない。でそのことは本当に大事ですよね。であのちょっと今語られていた本筋とは離れてしまうかもしれないんですけど、ちょっとポストモダンのね民族史の話が出たんで、もしかしてこの間の、 あの前回のねあの話の中でも出したかもしれないんですけれども、あの奥野克美さん、あの最近の動物のね、やっぱりノンヒューマンのその人類学っていうものを日本で非常に先導してやっていらっしゃる方ですけれども、あの去年のあれ9月でしたっけ、10月でしたっけ、10月ぐらいですね、10月ですかね、あの立教大学のその異文化コミュニケーションの講演会で奥野さんの話を伺って、まさにノンヒューマンをテーマにしたね人類学だったんですけども、あのその奥野さんの語りで非常にねあの感銘を受けたのが、あのポストモダン民族史っていうものの、ね、あるべき形がね現れてるんですよね。で佐藤さんとか、あの僕らが方法論講話会っていうものをやっていたあの90年代から0年代にかけての中でも、あのそのポストモダンの民族史の在り方っていうのはどういうふうにあのそれぞれのその専門の叙述にあの援用していくのかっていうことがいろいろ議論されてきたんですけども、まあ、つまり要するに客観主義的合理主義的なあの研究者の立場から対象を捉えて分析していくのではなくって、その対象とまさに顔と顔を付き合わせて、まあ、その関係を築き上げていく中で、自分も変わっていくっていうんですかね、うん、これまでの人類学ってまさに神の視点で、あるいは透明人間の視点で自分は一切変わらずに、相手の文化の中にもその踏み込まずにどう観察し記述していくかっていうことが、理想とされたわけですけど、そうじゃなくって、人間としてその人たちの中に入っていって関わった時に、相手がどう変わり自分がどう変わっていくか、それをどう記述していくかっていうのがポストモダンの民族史の理想形として語られていたんですけど、奥野さんの民族史の語りってまさにそれなんですよね。で常になんかあの問題とするそのテーマなりなんないっていうものが出てくると、それを自分が出会ったフィールドの経験の中で自分がいかに感じてどういうことを思ったかっていうことをまず語っていきながら、全体としてそれをどう捉え分析していくかって話に入っていく。で常にその自分がどう感じたのかって、その現場性っていうかその経験みたいなものを決してないがしろにしない、全てに対してそれを設定しながら議論展開していくっていう方になっていたんですよね。ですからそういう実践で非常に重要だなと思いますね。だからかつて本当に佐藤さんなんかと議論しながら、こういうのが大事だっていうふうに言いながら、その僕なんかは歴史学の記述っていうのはもう本当に何でしょうね、ありきたりの歴史序列に回収された中で語ってきてしまっているので、もう一度やっぱりそういうものをね捉え直していかないと、この現代社会に対してね、言葉がどういうふうに何でしょうね、今言葉の尊厳自体がないがしろにされているこの日本列島の社会の中で、いかにその僕らが言葉の力を取り戻して訴えることができるんだろうと、そういうことを考えるときにやっぱり大事な取り組みなのかなと改めて気づかせていただいた気がしました。そうですね、その奥野さんの、まあ、語りも素晴らしいんですけど、彼のそのおそらくその今やってる作業を、まあ、僕もシャーマニズム研究とか、そういわゆるアニミズムの世界観前提とした人間の栄誉としても、はい、栄誉としてのシャーマニズムっていう観点から見たときに、うん、まあその
エールを送りたいぐらいにすごく見えると言いますか、うん、そのどうして奥野さんが 今のような形で、民族史をまあ語りそして教育し研究深めていくのかというのは、まあうん、あのすごくこうフィールドがやっぱりそういう場所から、まあ、ボルネオでしたっけ ね、うん、そうですね、入りつつやってきたということの、まあ、一つの、まあ、応答なんだろうっていうふうにはまさに思うんですよね、うん、なので当然あの人間ではない者たちとコミュニケーションを取るプロフェッショナルとしてシャーマンを見た時にそれって不思議だなってところから、じゃあどうやってコミュニケーションを取るのかなとか、取った時に鳥とかその、木々の声がじゃあどういうふうに響いてくるのかってことも含めたフィールドバック、そして記述ってことになっていく、そうですね、うん、それをまあ人類学と言ってるところがあのまあ一応足そこにかけてるんだなっていうようなことは分かりますが、はい、もはや多分人類学という言葉でなくてもいいのかもしれないというふうに思うんですけど、うん、はい、うん、本当にそうだと思います。あの、まあ、文学の側で、まあ、ネイチャーライティングっていうジャンル自体がその自然を書くっていうその対象化した自然ではなくって一人称を大切にするっていうジャンルなんですよね、もともとが。なのでその一人称である私っていうものがあのその自然を描くということを通じて一方どういうふうに変わっていくかっていうことをすごく大切にしたジャンルというふうに、まあ、あの野田先生なんかもおっしゃっていますし、まああのまあ、野田先生のあの名優であるスコット・スロビックってアメリカの研究者なんかはそのナラティブスカラシップっていう言い方をあの提唱して、あのまあアカデミシャンっていうのはまあ常にこう自分だけがこうメタのレベルで語るわけですけど、まああのそうではなくってまあ自分の経験であるとかっていうことがまあ当然文章いくら学者であってもあの当然自分の経験とか自分の立場とかっていうのが当然何か反映しているんだっていうようなことで、まあ、ナラティブ化されるっていうことは、まあ、あのまあそういうような書き方なんかもこう実験的にやってますね、うんうん、まあ、ナラティビティとかナラトロジーっていうのはね、まさにポストモダンの、まあ、一つの申し子として出てきているんだと思うんですけどね。だから野田さんなんかもその交換っていうものをね掲げながら、あの自然環境と主体とのその交換の中で何が紡ぎ出されていくのかっていうことを、重視されていると思いますけどね。なんか宮沢賢治で心象スケッチっていう言葉があって、これは野田さんがここに来てくださった時にも少しね話題になりましたけど、心象スケッチっていうとあのまあその頃の、まあ、賢治っていうのはあのありのままっていうものを捉えるのが非常に重要だったと思うんで、その客観主義的なね科学的なある意味では位置づけでスケッチっていう言葉がね出てきているかもしれませんけど、まあ、それを今の何でしょうね、考え方に吸収しながら、言い直すとやっぱり心象ナラティブみたいなね、うん、だから人類学にしても歴史学にしても文学にしてもそのあたりがねやっぱり基本にならないといけないっていう部分はね、うん、あるんでしょうね。で、まあ、それでこそあのそれぞれの立場っていうのが非常にはっきりしてね、あの顔と顔を付き合わせて、言葉を返しても多分顔と顔を付き合わせてコミュニケーションすることができるのかもしれんなというのはありますよね。はい、心象ナラティブっていう言葉が出てきました。めちゃくちゃいや、でもたまにこうそういうことを自分に課さないといけないなって本当に思うんですけど、というのはまあ、最近、まあ、これも実際こうウェブ上にね上げるあの録音ですけれども、まあ我々あの教員っていう立場だったり編集者だったり、まあ、学生っていう立場だったり、まあ、しますけれども、まあ、その立場の問題もそうですし、何かこう言ったらまずいみたいなことがちょっとすごいいきなり なんていうかこう引なというかその例につなげちゃうようなんですが、うん、なんかこれ言ったらまずいなみたいなことが本当に多くって、自分の言葉で語れてないっていう不自由感が あまりにも、うん、多くなってしまっ
って、うん、本当にこう考えてることってなんだろうってことをこうし語れる仲間って非常に大切だなって思いましたね。あのいや本当に最近はもうブログで、まあ、Facebook はおろか、ね、ブログでも何でも、うんうん、本当にこう書けないというか、なんか書いた文言葉自体がなんか嘘なんじゃないかっていう状態にあるので、うん、なんかこう心象ナラティブをする場っていうのはこう確保していかなきゃいけないなっていうふうに思いますね。そうですね。なんか山本さんのねブログは昔は非常に私小説がねたくさん書かれていましたけどね。最近はなんか書けなくなっちゃいましたね。はい、成熟するのって嫌なもんです。はい、ということで、まあ夜も更けてきましたが、まあ新海さん、はい、多分一番今こうキレッキレの状態ですよね。多分修論出した後っていうのは多分一番何か。切れてたあの時期だと思うんですが、はい、うん、何かですか。すいません、なんか無茶ぶりで何かですか。あ、何でもいいんですけれども、何でも、いや心象に去来したすごい振り方だよね。ちょっといきなりしかも何でもですよね。はい、どうしよう。いや今回ちょっとデリだということでってことを聞いてたので、ちょっと予習をしようと思ってデリダを読もうと思ったんですけれども、まあちょっと難しいなということで、その周りのデリダですとかその他のことを解説する本などをちょっと読んできたんですけれども、やはりそのデリダですとか他のまあその思想史の問題とも関わってくると思うんですけれども、まあ、そういう時に読む時に、例えば私がちょっとうんと思った言葉は言説という言葉だったんですけれども、例えばその言葉自体をどういうふうに使っているかとか、私はその原著っていうかデリダ自体をちょっと読み込んでこれたわけではないので、そのデリダ自身が使っている言葉とその何ですかね、解説じゃないですけど書いているその現代のその、作者っていうんですか、書いた人とのその言葉の距離感ですかっていう問題とかをすごく感じて、まあそもそもどういう意味で使われてたんだろうと思ってちょっと辞書とか引いてみたんですけれども、難しいですね。ちょっとそれを自分の中でちゃんと咀嚼してどういうふうに、まあ、例えばデリダが使っていたかで、この場面ではこういうふうに使われているっていうのが分からないとっていうのがあると思うんですけど、ちょっと修論の問題と関わってくると思うんですけど、例えばそのデリダ自身が使っている言葉が二次下げをされてて使われて、でそれはそのそこに出てくる言葉と、例えばその書かれているこれはこうですっていう風に出てくる言葉の間にちょっとなんか私が見ててって思うようなことがあって、他の人もそういう意味で使ってるのかなと思ってちょっと見てみたんですけど、そうするとやっぱりそこにちょっとなんか相互じゃないですけど圧力っていうんですかね、があるのかなっていう感じがしましたっていうレベルのちょっと予習しかできてないんですけど、そこをちょっとなんかこう自分の中で整理できていけばもうちょっとなんか読めていくのかなと思ったんですけれども、言説って確かに日本語ではもうその人の言葉ぐらいの感じで言説って使う人も、そうなんですよね、国語辞典とかで引いてもそういうふうに書かれてるんですけど、じゃあそれを例えば英語で当てはめた時にってなるとちょっとまあ主張的な要素も入っているみたいなこともありますし、あったのかなと思ったり、ちょっと私フランス語をちょっとだけかじってたことがあったので、フランス語の辞書とか家にあるのでもちょっと調べたんですけれども、それとはまた違い、英語って多分フランス語の使われ方の間にもちょっとあるのかなと思ったり、難しいですね、わかりません。ちょっとデリダー、まあ、英語ではディスコース、フランス語ではディスクールですかね。で、まあ、先ほど話題に出た、まあ、エクリチュールっていうような言葉もあって、ね、まあ、デリダは比較的なんていうかこうキャッチーな言葉を生み出す天才でも同時にあって、こう
なんていうかこう日、まあ、研究者の間だけかもしれませんが、まあ、あるいは読書人の間ではなんとなくこう日常を動かしてしまうようなあのキーワード結構生み出していますよね、うん、そうですね。なんかエクリチュールですと、まあ、日本語に訳すと書物ってそのまま訳されてたりしたりするみたいなんですけども、うん、ちょっとパッと見て、うん、なんかそれもそのデリダが、うん、その言ってることとこの日本語に照らし合わせてみるとちょっとズレが出てくるのかなとか思ったり、エクリチュールとその言説の問題とか、うん、っていうことをちょっと考えました、はい。まあ、テキストとで参照するときに例えば聖書的な伝統がある文化の中で、うん、はい、エクリチュールとか言説ディスコスっていう場合とそういうのが、まあ、その文化として共有、まあ、一応日本では、まあ、古事記日本書紀含めて日本の神話の書物として言われてますけども、キリスト教のような形で日々それと参照しながら礼拝の中であの参照しながら自分をこう、まあ、解釈学的に振り返るっていうような形の書物とはまた別ですよね、うん、あのそういう、まあ、点で考えるとそういう伝統から出てきたディスコースとかあのエクリチュールっていうふうな言葉とそれから日本でいう時のいやその言説はその語りはとかそのナラティブ物語はっていう時にそのやっぱり理想の差っていうのはすごくあると思うんですけども、うん、ある意味でまあ輸入して翻訳する方々のその仕事はすごく労をねぎらうと同時にやっぱりそこの部分も含めたのはこうなかなか読み取りにくいですよね、うん、テキストから、まあ、それを一生懸命デリダだとか、まあ、フーコー含めて語ってはいるんですけどもやっぱり読み込むには文化を理解するっていうのも必要になってくるっていうのは当然あるわけで、だから対応する言葉がね、はい、あの日本の中にないですからね、はい、本来ね、だからエクリチュールやなんかにしても例えば、まあ、僕はバルトから入っていったんで当然そのテクストの解約とレードのエクリチュールから入っていくんでエクリチュール基本概念になってくるわけですけども、うん、それぞれやっぱりバルトとかソシュールとかフーコーとかデイダとか、まあ、ある程度最大公約数的に意味を共有していながらそれぞれ の、うん、あの言葉の意味付けがね用語の意味付けがいろいろ違ったりするので、うん、そのことはやっぱり本当は体系的に理解しながら ね議論していかないといけないっていうことですよね、うん、例えばあの記号学っていう言葉にしても、うん、あの普通一般の人口に解釈している形であの言語と記号学との関係っていうふうに考えた時に、うん、あの言語っていうのもあの記号の一種だから記号学っていうのがまず体系としてあって、うん、その中 の一つの部類として言語学っていうものになるっていうのが一般的な理解だと思うんですけど、ただバルトの記号学の原理とかっていうのを見ていくとあのそもそも記号っていうものをなぜ考えることができるのかっていうとその根底には言葉があるわけだから記号学こそが言語学の一部なんだっていう考え方になるわけですよね。だからその学問をどういうふうに位置づけるのかってそれにかかるさまざまな概念とか用語とかってどういうふうに位置づけるのかっていうのはそれぞれの学者の学的体系によって全く違ってくるので、本当はあのアメリカみたいにねいいとこ取りでいろいろ語るっていうことはあのどんどん、まあ、本質っていうものを定義していいかどうかは別として遠ざかっていくっていうんですかね、そういうものから、うん、で本当は体系として議論しなければいけない問題ですよね。難しいですね、うん、前に言われました、あの本当に僕がねあの若くて何も分かっていなくてで新しい言葉ばっかりを使って論文を書こうとしている時に例えばあの古代 あの仏教国家の在り方っていうものを劇場国家論で語れるなとかってあのぬがらを持ってきて、はい、劇場国家としてうんぬんとかってここでなされてるプラスチックはどうとかっていうとうちの兄貴が出てきてあのさ君いろんな言葉を使ってこういうことをさ話してるけどさ
そもそもさ、あの劇場国家論で出てくるいろんな言葉とさ、あの例えばブリュルが使っているそのハメテスとかプラチックとかっていう言葉とさ、まあ、言葉として同じものを使ってるけどそれぞれ体系があるわけで、例えばブリュルだったら劇場国家論みたいなものはブリュル的な言葉で説明できる。なぜそれをそもそもあのなぜ説明できるものを別の劇場国家論を持ってきて語らなきゃいけないのかとかね言われるわけですよ。そうするとああそうか何も分かっていないなっていうことを思い知らされちゃうわけですけど、だからそういうなんかねあのキャッチーな言葉だからっていうことでいろんなところが引っ張ってきて語って、自分の対象をこういうふうに表現してみましたっていうのはもう何を表現していることにもならないっていうのはねあの昔思い知りましたけどね。だ本当に今新海さんがあの指摘してくれたことっていうのは注意深くね考えていかないといけないことですよね。と同時にやっぱり語る時には臆せず話していいんだと思いますよ。臆せず話してあのそれぞれの、まあ、現象学的にっていうことで使いたくないんですけども常にそこで起きることっていうのとことを引き受ければあの言葉の使い方含めてまあ、無知を批判されれば何しようが思ってることを出していく中で言葉は間違いなく立ち上がってくるはずなので、うん、その点に関してはやっぱりガンガン臆せず語るというのは大事だと思います。デリダについてはあの、まあ、没後10年ということで、まあ、現代思想2月臨時増刊号ですとか、まあ、あの昨年の秋ぐらいからは我々艦隊というのが一つあの四谷怪談ではあのキーワードにもなっていましたし、ちょっとやっぱり気になる思想家ですね。ちょっと私もあのまとまって、まあ、脱構築批評、まあ、文学批評みたいな形で、まあ、やはりまあアメリカは、まあ、あの輸入はしていましたけれども、ね、あのもう少しこうデリダっていうのは奥深いし、うん、もっとあの広いっていうことがまあ最近になって分かってきたのでちょっとちゃんと引き続き勉強しなきゃいけないなというふうに思ったりしていますね。あとなんかあの、工藤さんに対してあの工藤さんがまたあの次回来て私は多分欠席するのですが、まあこう引き継ぐ話題として何か挙げとくべきようなことがある方いますか。まあ、あの結局ノヒューマンの問題については動物植物を捉えては今回は話していないので、うん、あの枠組みのねあの議論でそのアンピープアンパーソン中心に話してきたので工藤さんをお迎えしてまた、直接的に動物とかねあの植物とか、まあ、特に打ち合わせの段階では出てたんですけどあのデリダの動物の中ではやっぱり猫がね重要なキーワードになってきて、この猫の視点猫の視線っていうのがねやっぱり人間を相対化するものとしてデリダの中でも出てくる、宮沢賢治の中でも出てくるとか、あのいろんなところでねあの猫は出てくるので、まあ、そういうところも含めてあの話ができるといいかなと思います。はい、工藤さん確か猫好き、うん、そうですね、猫派だったと思います。猫派でしたかね。はい、はい、私も猫派なのでぜひ参加したかったのですがまあということで大丈夫でしょうか。はい、佐藤さん何か。あ、特にないです。大丈夫です。はい、ラジオしやみ。ラジオしやみ。宣伝になるんですけども、3月の9日と、それから11日と12日の11時台、NHK のラジオ深夜便に出て、8分間ずつお話をすることになりました。結構長いですね。そうもう収録終わったんですけども、まあ、非常勤ブルースの話から始まって、うん、まあ、今日の話も関係するんですけども他者の声を聞くとか、あの街に出て声をまあ拾うって変ですけども、そこで交わされている言葉の中から
自分がどうそこの地域と関わるのかっていうようなことも含めた町づくり、町おこし、コミュニティとの関わりを考えるっていうふうに、まあ以上3本立て の、 あの構成にして3日間お話ししますので、 NHK ラジオの方もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。3月9日です。はい、それでは、まあ、ラジオ深夜便と合わせまして、2015年度もですね、四谷怪談どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、また、お会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございます。よろしくお願いします。